画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。今回は筋肉兄弟でやっていきたいと思います。やっぱりね、何でもそうなんだけど、ね、筋肉が解決するっていうところがあるよね。筋トレするとやっぱり気持ちが高ぶるしさ、ダイエットにもつながるし、健康体にもなれるしね、やっぱ気持ちが上がっていくっていうのはね、一番大きいかなと思いますね。本当ね、なんか悩み事が多くなった時は筋トレいいのかもしれませんね。私もだからね、24時間制のジムに行ってます。と言ってもね、最近ドタバタしすぎててね、ちゃんと行けてないんでね、きちんと行きたい。ちょっと行ってこよう。これ終わったら行ってこよう。そして、食事制限をね、あんまりね、きつくしないようにしてます。ちゃんと食って、ちゃんと動くみたいな。そんな感じですよね。さあ、筋肉兄弟、やっていきましょう。できるだけ筋肉、もう一人の筋肉をね、弟を救いたいなと思うんですが、やっていけたらなと思います。いやー、なんとね、もうすぐ16日です。16日一体何なのかと。一体何が起こるんだいと、言われてると思いますけども。思われてると思いますけども。16日、私のグッズが全国販売いたします。ありがとう。前もそのご報告ね、したと思うんですけども、改めて日数が近くなったので、そのことをね、話していきたいかなと思います。まあ、あれなんですよ。当日、16日当日もね、多分話すと思うんだけども、全国のビレッジヴァンガードをね、発売します。リストの方はね、動画の後半もしくは動画概要欄からその詳しく説明した、お話。あとはね、ツイッターの方もね、プロフィールの方に固定しております。なので、気になる方はチェックしてみてください。今回、右下、お気づきになられたでしょうか。そう、私が書いたオリジナルデザイン、のパークになっておりますけども、これがね、いろいろ組み合わさったり、変形したりして、こう、グッズとなっているんで、気になった方はね、ぜひお買い求めいただけたらなと思うんですが、いやー、これね、頑張って書きましたよ、私。なんとね、私の山岡凛。あれ？トラッパーなんだ、これ。ちょっと待って。あのシルエットは弟か。ちょっと待って。どっち？あ、そこにいんのか。違う。ノブちゃんだわ、あれ。ノブ子だわ。今か、今しかないのか。よし、今行く。お、筋肉ここは筋肉で直していこう、やっぱり。物理で直していこうじゃないか。やっぱりマッサージってのもね、こうやってね、力強くやった方がいいから。いいね。でもね、叩いちゃダメです。肩が痛いからといって。この辺に罠かかりまくってんだな。みんな、あまりかからないように注意していこう。なんかツールボックスでも出てくるって言うとね。あ、ナイスストライク。よかったよかった。もうあれそんなとこ板そこあるんじゃない？どう？あれ？ちょっと待って。ん？ああ、板やろうとしてミスった感じか、これ。いけるか？いける？いや、筋肉兄弟ならいける。もう、筋肉で挟む。いける、筋肉が挟む。デザインしたんですよね。意外と絵描けるんですよ、私。大丈夫か、ここ。で、山岡凛のコスプレを自分で描いたっていう絵を、デザインにね。山岡凛コスプレとトノコスプレの絵を描きました。アホだよね。ほんとね。ちょっと地下、トラッパーに地下連れて行かれるとね、地上はね、罠の嵐になるし、地下も罠の嵐になるんだよね。参ったな、これ。あれ？傷ついてんな。大丈夫か？大丈夫だな。ちょっと行ってくるか。ちょっと待て。筋肉の音がしたわ。
ちょっと待ってくれ、これ回復したら2人で助け行くから。いや間に、いや来てる来てる来てる、ちょっと間に合わない、私に壁乗るか。うわー、どっちが倒れた、いや私じゃない、どっちが倒れたのか分かんなかった今の。筋肉兄弟よ、待て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 、ここら辺罠ないのでまだ助かりますね。うわっ、この程度筋肉で何とでもなるさ。お地下から救われたね今の、うじい自分で壺をしてしまった、やっべえ、ほらやん、いける、筋肉決まったぞこれ。よし筋肉ギア入れてこう、あとで筋肉注射してやるからな、大丈夫か大丈夫か、よしよし、もうちょっともうちょっとこっちの方がいい、見られる見られる、めっちゃくちゃなんか浮く、ちょっとなこれね、いや事故、あ他の人治療するときなんか反応しないことあるよね。いや来てる来てる来てるわ、逃げた方がいい逃げた方がいい、そっちはまずい、こっちの方がいいんじゃないか、向こう行ったな、倒れたな、筋肉倒れたな、いやーまずいぞ、ちょっとここの罠先に外しときましょうか、参っちゃうね、これここにもあるよね、おーれ見ろ、これはね筋肉を鍛えていないと解除できません、トラバサミを解除するってね大変な大変な筋力が必要ですから、ほんと私のこのオリジナルデザイン、一体どういうパーク性能なのかちょっとね考えてみてください皆さん、アホみたいなパーク性能になると思うんだけども、いずれね、私の夢語ってもよろしいでしょうか急に急にあれだけども、私の夢語ってもよろしいでしょうか、筋肉がつられてる間に、デッドバイデイライトとの中で私の仮面がスキンとして登場するというのがね、まあ一つの夢です本当に、もしくは私の何かこう関わる、T シャツスキン、昔デッドバイデイライトって配信者のスキンみたいなのがね、こう作られたんですよ、やっぱりそのある程度、なんていうかこう人気のある配信ストリーマーね、私もさ、やっぱそういう人たちの仲間入りしたいなっていう思いはありますね。やっぱパブリッシャーに認知されたいなっていうのもあるしね。あそこか。いやー、デッドバイデイライトのやっぱそういう番組もね、きちんと公認の番組とかに呼ばれることがちょいちょい増えてきて、この先もね、皆さんにご報告できるようなことがあると思うんですが、やっぱね夢の一つですね、自分がこれだけこれだけ愛情を注いでプレイしているゲーム、それにね登場できるっていうか関われる、何でもいいからさ、バンダナでもいいよ、バンダナスキンにでもいいよよいしょ、行きましょう助けに、欲しいなと思いますね、まあ、夢叶えたい、そっちか今いける、ちょっと待って待って、いけるかこれ、追われてないか私、いけるないけるな、オッケーオッケー、ギリギリだったわ、危ない筋肉、危なかったな、ほぐそうか筋肉、私の筋肉、足の筋肉足の筋肉つった、あー足の筋肉すまんな、本当に世話やかしてしまってな、足の筋肉やられてしまったいや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 、よし次は私のマッサージの番だ、クンズほぐれずほぐれつ、やっていこう、いいねいいね、ストーン
バイクから抜け出した瞬間罠、絶妙なとこに罠あったの。あれよかったな、ほんとここら辺罠ないだろうね。ある。危ねえ、強ポジ抑えられてたわ。これ来るね、こっちに。さっきの筋肉大丈夫かな、あそこでやり続けて。私助け行こうか、ちょっと走る、ここをやりきったら走るか。 OK かな、いけるかな、走ろうかな。草むらが怖いんだよな、スプバで走った先になんかガチャンっていうのが一番怖いですからね。ないね、 OK、 大丈夫か大丈夫か大丈夫か、すまんな、ちょっと待てよ、痛いだろうけど。もう筋肉いつの間にここに来てたの、さすが筋肉スピードやな。あっちに、あっちにいたと思ってたけども、私の筋肉量を上回ってたな、あれは。すげえな、さすがの筋肉やな。しかし追われてるみたいですね。この辺の罠だけを確認して、至るところだけを確認しといて、あ、筋肉やってんな。でも大丈夫それ、ちょっとまずくないか。ここら辺全部確認して、あー、やっぱ倒れたな、筋肉弟筋肉倒れてもた。ちょっと待って、ここ強ポジちょっと確認させてもらおう。あるか、あるわ。いやいやいや、こういうとこ全部やっとかんと、ほんと。よいしょ、残り1個か。結構進んでるとこあったからね、そこやりたいね。あ、まずい、非常口案件になりそうこれ。とにかく罠を解除しながら助けに向かいましょうか。地形な。ああそうか、もうラストだったか。やべえ、非常口戦か。あのトラッパーとの非常口戦って何が怖いかって、非常口見つけた、やったーで走り出した瞬間草むらに罠があることなんですよ。もしくはね、やったーって言った先で罠が、あの非常口が罠に囲まれてるみたいな、うん、それめちゃめちゃやばいのよね。とにかくまずは歩きながらスプバを温存して、こうという音を探します。これ重要だよね、やっぱね、筋肉で感じなきゃいけないんだよね、あの非常口の場所をね。何でもそうなんだけども、肌で感じるっていうの重要で。どこだ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 、いや感じたね、トラッパーの筋肉を、トラッパーの筋肉を私の筋肉がね感じたね。よしよし、罠ないだろうな。うん、四隅にね一応ある確率は多いんで、こうぐるーっと回るんですけども、一番厄介なのがあのね、このコーン畑の真っ只中にポツンとあるパターン、これがね結構見つけづらい。危なっ、これでもね、解除するとバーやってくるんで、わざと解除しません。その代わり、追われた時のチェイスが非常に怖くなるんで、本当は解除した方がいいんだけど、できたら、あ、ここにもあるわ。怖っ。できたら非常口見つけてからですね。これね、絶対先見つけられてね、罠かけられてる恐れめちゃめちゃある。昔私のね、非常口の周りにね6個ぐらいつけたことあるもんね。あれも固めたくなるんだよね、トラッパーの習性としてね。怖えな、このままそっち行くか。ここら辺も絶対罠もう仕掛け直してるけど、無視していきます。そろそろね、でもカラスが飛ぶのも厄介なんで、一回発電機触っときたいね、ここ。触っときましょう。一瞬触っときましょう。近えな。どこだどこだどこだ
近い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 、え、来てんの来てんの、え、ちょっと待って、どこ、え、もしかしてこの辺にあるのか、もしやのもしや、筋肉が感じるぞビンビンと。なんか筋肉がね、今ね風を感じてますね、非常口の。これあるな、どこだ、どこにいるの、え、え、この乗り物にいる、トラッパー、もしやこの乗り物に乗ってる、ちょっと待って確認してみようか、ちょっとここからは見えない、いるいるいる、いや、あれ見てるわ、なんかあの先だわ、見てるわ、トラッパー、あの先にあるんだわ、筋肉の幻想郷が、幻想郷、筋肉の理想郷があそこにあるんだわ、あの先だわ、多分あのね肉フック付近、間違いない、それにね悠々と見てるあたりね、おそらくね罠が仕掛けられてる、間違いない、最低2個ある、一回触っとくか、で大きく裏を回って非常口をまず視認したい、おっと今しかないな、走るのこれ、この辺でね罠に気をつけながら行くよ、あ、音する音する、あった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 、罠ある、危な、3個あった罠しかも私見事にその3個以外の1個ないところからスッと行きました、ありがとうじじい、いやー、そんなわけでねちょっと緊張したね、トラッパーとの非常口戦、そんなわけで皆さんの良きゲームライフの方を祈っております、16日発売なのでどうぞよろしくお願いいたします、グッズね、それではまたね、バイバイ。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。